前回のあらすじ。挨拶の話題が尽きてしまいました。終わり。確か果物を二つだけ回収したんでしたね。今日も開拓の続きとなりそうですね。今日こそくだらないように頑張りましょうね。あまり期待ができないんだよな。それではオープニングと行きましょうか。ゆっくり見ていってね。というわけで本日も前回に引き続き、交わりの渓流を探索していきましょう。いつもの夏が来るけど気分はあったということですね。本音を言うともうそろそろ違うところに行きたい。いけない太陽。なあ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 。アルフ君も思わず固まるレベル。私この歌いらない太陽。なあ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 。こんなに頭おかしくなるわ。ハスの上に乗ってどんぶらこどんぶらこ、のんびり目的の場所へと向かうんだぜ。前回の最後の方で見た橋のところですね。さて自己紹介お相手いたしますわ。好きなペーパーマリオはペーパーマリオ RPG 霊夢だよ。ゲームキューブで発売された。ビビアンが可愛いやつだな。2004年発売ですってよ。まるで私が時代遅れみたいじゃないですか。ただ一つ言わせてほしいのは、少なくとも新しくはないよねっていう。霊夢おばあちゃん向きー。さて次は私だな。好きなペーパーマリオは、ペーパーマリオカラースプラッシュ、マリサなんだぜ。現状、一番新しいやつですね。ところでこれを見てほしい。売り上げの話はやめようぜ。最後に岩木民さんどうぞ。あっさきに名前言っちゃうんですね。ネタバレしていくスタイル、ネタバレと言えるレベルなのか？好きなペーパーマリオは、スーパーペーパーマリオ。今日も硬いぞ岩木民です。RPG じゃないけど楽しいやつだよな。3次元の時間制限をなくすカードを手に入れるのが結構大変だった記憶。リメイクされないかな。どの作品もスイッチあたりでできるようになってくれると嬉しいな。さてやってきましたわ。点々チャッピーの巣の近く。柿が近くに見えますね。羽クミンで入り口を開けてもらって外に出しちゃいましょう。ここから出せればあとはいつでも運べるわね。じゃあ外まで出したらとりあえず放置して後で運ぶことにするんだぜ。それにしても点々チャッピーはびっくり眠っていますね。起きたらいろいろ食べられちゃうからね。ゆっくり眠っておいてもらおう。あと近くの電子壁をピクミンに攻撃してもらうんだぜ。壊れるまでに別のところを探しましょうか。というわけで川を渡ってるわけですが、奥の方に何かあるのでしょうか。とここで地味にかけらがフェードイン。あのかけらは別のところからじゃなきゃ取れなさそうね。羽クミンの出番かしら？蜂なのかしらね。こんなところでふわふわ何しているんだろうな。とりあえずゼノなので排除しましょうか。西が蜂ね。蜂に関する何かを言いたいが何も思いつかない女のマクロ。よりによって好きなんですね。蜂との戯れも終わったので奥に行きますか。とそこにあったのは蜂のかけらですね。羽クミンに運んでもらいつつ、残った羽クミンで壁を破壊してもらいましょう。さて次はフェードインしたかけらに向かうんだぜ。一体あとどれだけかけらがあるのか。今度は先ほどの対岸に向かいます。見るからに飛べそうなキノコがありますね。ここにチャーリーを投擲するんだな。めっちゃ飛んでいきましたね。こっからはおじさん視点ですね。まずはピクミンを取りに行ってと、奥の方にピクミンの受け渡しができるところがあるんだな。黄色羽根はピクミンで探索ですね。まずは私が水晶を破壊しますね。中身は何なんだろうな。ゆっくりと見えてきましたね。出てきましたはキウイですね。キウイ食べると舌がピリピリしちゃう。もしかしてアレルギーでは、もしくは酸っぱいのに弱いだけなのか。真相は謎ですね。さて目の前の雲を倒していきましょうか。その奥にはかけらが見えるな。あのかけらで最後ないですかね。これを運んだら結構運んでいる気はするけれど、とりあえず羽クミンに郵送をお願いしましょうか。羽クミンマジで万能すぎますね。私も羽が生えていたらな。キメラ系クミンはちょっと怖いのでやめてください。なんでも強いクミン、それはそれでロマンあるわね。さてさて壊してもらった壁の奥に行きましょうか。あの板、なんとか使えないかな。なんともアッタを開けるギミックですね。そして手前のはテンコチャッピーがいる罠なんですよね。というわけでまだかけらありましたね。今度こそこれで最後だと信じたいな。おっと待って待って、まだ運んじゃダメですよ。あ、よく見たら近くに蜘蛛の巣がありましたね。
蜘蛛の巣を放置しておくと羽ピクミンが引っかかっちゃうからな。というわけで倒しましたので、今度こそ運んでいきましょう。それじゃあ運び終わるのを待って、橋が完成したかどうか見に行きましょうか。さっきのキウイを運ぶのを忘れてたから、運んでいきましょうね。待って。これが明日の糧となるから頑張って運んでね。そういえばこれも運ぶのを忘れていましたね。柿も運んじゃいましょうか。気がついたらもうだいぶ夕暮れですね。そして橋が完成してましたね。この橋の奥には一体、ちょっとだけチラ見しちゃいましょうか。上の方に繋がっているみたいだな。螺旋階段みたいに上の方に行けるみたいだね。今日は日没が近いから、また明日への楽しみとして撮っておきましょうか。というわけで日没のカウントダウンですね。次回は塔の上に一体何が？ですね。まさか明日もこのエリアの探索となるとはな。これで何日連続でしたっけ？明日で4日目みたいだな。もうだいぶ見飽きた感あるわよね。今日も、秋だな。きっと明日も秋なのよ。終わらない秋休み。さすがにちょっと違わない？禁止の果実を回収したわね。どんな味がするのか、楽しみだわ。この惑星の果実もそこそこ集まったわね。でも、これだけじゃ、コッパイ星のみんなを救えないわ。もっと探さなきゃ。さあ、いただきましょう。うふふ。まだ結構あるわね。今日はピクミンを全然増やせなかったわね。でも果物を2種類回収できましたね。あと開拓も進んだな。この惑星の果実はみずみずしい。その果汁は何日分かの食料になって、私たちの空腹を満たしてくれる。この星には、一体どれほどの果実が存在するのだろうか？その魅惑の食材は、私たちの収集欲をかき立ててやまない。というわけで本日はここまで。明日でこのエリアを最後にすることができるのか。次回、乞うご期待だよ。というわけでそろそろ締めといきますか。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。通知も音にしてくれると嬉しいです。ここまでのご視聴、ありがとうございました。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録は、して
していただけましたか？もしまだしていないのであれば、ぜひチャンネル登録お願いします。高評価やコメントもあると嬉しいです。私の上にあるボタンを押すと、違う動画に行くことができます。それでは、他の動画にてまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。